みなさん、こんにちは。今日はアイカツカード紹介と、これとグミの、プリパラのグミの紹介をしていきたいと思います。まずこのグミの紹介からしていきたいと思います。じゃあちょっと向かないでちょっとやっていきたいと思います。あ、やった。これ何でしょうかね。まあ後で、うん、カラフルキャンディシューズですね。はい、レオナちゃんですね。では、はい、グミいちご味ですよ。ハートです。で、続いてはこちら、もう一個買いましたので、もう一個開けてみたいと思います。せーの、グミ出した。あ、かわいいね。これもふわもこくまさんパンツ。はい、シークレット出ませんでした。でも持ってないので出てよかったと思いました。これもハート型でいちご味のグミです。はい、ちょっと待ってください。続いては最初に、はい、このこれはこの100均で売っているバインダーを紹介していきたいと思います。こちらには交換できるカードと、あとはあんまりなんかプレミアムとかあんまり揃ってなくて、それでそのためになんかアクセサリー必ずついてきますよね。その時にあんまりアクセが揃ってないアクセサリーを紹介していきたいと思います。最初はあれです。交換できるカードです。読んでいかないのでそこはごめんなさい。で、ここからあんまり揃ってないアクセサリーになります。ちょっとマニキュアも塗ってもらってもらいました。はい、これで終わりです。続いて、ここにはノーマルが入っているキューポケットバインダーを紹介していきたいと思います。はい、まあ、こんな感じです。これは、はい、前にも紹介したんですけど、まあ、これは第2回目のあれカード紹介ですね。はい、では紹介していきたいと思います。まあ、ごちゃごちゃでちょっとね、はい、まだちょっと残っています。で、続いて最後のバインダーとなります。はい、これにはレアカードと、あとはあんまり揃ってないレアカードを紹介していきます。はい、では紹介していきたいと思います。と関係ないものばっかり入ってるのでね、これ、さすみません。はい、こんな感じです。では、最初にこのこれ、アイカツ公式ファンブックについてきた、はい、これ、カードです。はい、こんな感じです。待ってください。こんな感じです。ここにもあっていっぱいあります。今お父さんが撮っているで、これグミかで出てきたんですけど、これ葵ちゃんと変えてちゃいますよね。これバグってる。で、これはまだ交換できます。せー、なぜならもう、うん、このもう葵ちゃんと楓ちゃんでこの柄も違うから、だから今はまだ交換できません。だから今は考え中です。
毎回言っておきます。今は交換できません。はい、これもまだあとちょっとで揃います。交換できる方お願いします。はい、こんな感じです。はい、これすっごい出た時嬉しかったです。もうびっくりしました、自分でも。はいはい、こんな感じです。この2つはグミでできてきました。これはグミで揃いました。アイカツね。で、これキューポケットバインダーについてきたレアカードです。はい、それではこれからあまり揃ってないレアカードとプレミアムカードに入っていきたいと思います。で、ここから、はい、あんまり揃ってないね、数になっていくんですけど、これご存知ですか？これは知ってます？前ね、2回だけやったことあるんですよ。アイカツカードが出てくるガチャをね。それでその袋をここにつけられるかなと思って試したんですけど、入ったんですけど、でもとにかく穴だらけで、なんか気持ち悪くなってますよね。なんか変だよね。はい、これは友達からもらいました。ごめんなさい、なんかどん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 聞こえると思うんですけど。はい、これはゲームで出てきました。すごく嬉しかったです。プレミアムですね。で、これはマックで出てきました。はい、こんな感じです。全然揃ってないんだよ。で、これもバグりました。出ました、同じので。交換できる方は、はい、同じこれも交換できたら嬉しいなと思います。今日はマニキュアもしてもらって、頭もお母さんにやってもらいました。はい、こんな感じです。で、これ入らないんですよ、全然。なのでちょっとここに入れておきましたので、まとめて全部。めんどくさいね。待ってください。あれ、意味がわかりません。よいしょ、あれ、あれ、ちょっと、はい、これはなんかいつもと違って来られますよね。で、これは友達からもらったんですけど、これ全然違いますよね。はい、でこれボヨンボヨンですよね。で、これはまあ段ボールみたいな感じですよね。すごい全然違いますよね。これで、この勘違いがすごい違います。すごいっていうか、すごいっていうわけじゃないんですけど。はい、続いては入らなかったんですよ。だからまとめてここに全部入れました。はい、では紹介していきたいと思います。ごめんなさい、うちのババが演歌を歌ってるんですよ、練習で。ごめんなさい、その音あんまり気にしないでください。ちょっとうちのババが演歌が好きで出るんですよ、レシピ。はい、これで終わります。これ、こんな感じですね。待って、なんか忘れてるね。はい、これで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ、また見てね。チャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタンもお願いします。バイバイ。